愛知の発動機少年神谷くんの白陽エンジンです。こんにちは、こちらは田名子田久保田放送局です。これはヤンマーのなんていう型？ SK です。 SK？ SK 型です。 SK 型船かな？船です。船用単発は珍しいです。あ、単発ね。今かけんのかな、エンジン。はい。こちらはね、ヤンマーディーゼル SK 型です。白陽エンジンですね。単気筒です。ここがポンプだね。で、こちらがノズル。すごいね、いい音がしてます。動輪の大きさは40センチぐらいでしょうかね。40センチだな。で、こちらがね、冷却水の循環のポンプです。こんな感じで動いてます。で、これで、晴天逆転をやるわけです。これ動かせるの？動かしてみてくれる？これで晴天逆転は？これで逆転か。なるほど。まだ生ぬるい。これは手に入れてからどれくらい経ってます？これはまだ数ヶ月ってところです。あ、そうなんだ。いい発動機手に入れたね。はい、今日が初めて。初めて？お披露目です。あ、そうなんだ。昨日タンクとマフラーを作りました。おお、あ、そうなんだ。なるほどな。ご視聴ありがとうございました。田名子田久保田でした。